韓国通のナンバーワン KB 選手の伊藤さん、ちょっとお話を伺いたいです。韓国通ではないですけど、それほど3回連続で出てる日本人選手が唯一になってしまって、はい、伊藤さんがその韓国のその競輪選手だったりとか、韓国とそのつながりを持ったりっていうのはどういうきっかけがあったんですか？まあ、最初に向こうの競輪場を見学したのが初めですね。いつ頃なんですか？もう何年前ですかね。そうです、5年ぐらい前です、ね、結構前、はい、5年もっと前か、6年ぐらい前です、ね、それでじゃあ韓国の選手とかと交流がこうできるようになって、そうですね、今はほとんどそういう SNS 通じて結構、うん、今でもそうです、そうですね、うん、でこういう、まあ、本格的に日韓対抗戦ができたのが本当に3年前とか一昨年、そうですね、まあ、4年前が中心だったんで、うん、はい、そのレースぶりの難しさとかどうでしたか？その日本でやるとき韓国でやるときって、当然向こうでやるときはまあ、基本ライン戦じゃないんで、はい、そういう面ではちょっと出走表も、うん、まあ、ない状態で、はい、番組を90分前に教えられるんで、ちょっとその辺、うん、まあ、自分の中で結構混乱してましたけども、うん、まあ、基本的には普段のレースをすればいいかなとは思ってます。日本選手はこのブロックなんかもあったりライン戦もあったりで、はい、で韓国の選手は一昨年来た時は結構すぐ対応したかなと思って、あ、そうですね、横の対応っていうのが多分韓国の選手たちは、まあ、課題になってると思うんですけど、うん、基本的に強いのは強い、まあ、足ありますからね、ダッシュ持ってるんで、うん、その辺がちょっと気になってるところです。やっぱり今回で行くとというか注目の韓国の選手では、まあ、中でキム・ヨンボム選手と、あと前回日韓競輪で優勝したキム・ミンチョル選手と、まあ、他にもたくさんその気になる選手はいるんですけども、結構入れ替わりというか激しいんですけど、一昨年の時はやっぱりもうイ・ミョンヒョンですか？そうですね、イ・ミョンヒョン選手今でも強いと思うんですけども、うん、安定している面ではキム・ミンチョル選手が昔から、はい、強かったイメージはあります。より盛り上げるというか、まあ、日韓親善というか、はい、楽しみながらも、まあ、僕自身は楽しみながら、はい、すごいレースが激しくなってますよね。でも意地というか、そうですね、ちょっとやっぱ横の動きが一番気になってます今回、うん、やらなかった選手がやりだすと結構動きが大きくなるので、あ、そうか、そういうの、そこちょっと気になってます、ね、うん、結構冷静にこう対処してこう受けたり、まあ、そうですね、そこはもう本当普通の普段のレースで、うん、確かに日本の若手の選手がこうバーンとこう仕事するような、うん、まあ、並びとかもどうなるかちょっと分からないですけど、まだ、まあ、多分4対4に近い状態にはなるんじゃないかなと思っているので、その中で普段のレース通りできたらいいなと思っています、うん、今回ちょっと追加でワッキー、脇本雄太が来ましたけど、ワッキーみたいな選手対韓国人選手でいったら多分ね、韓国の選手から見たらすごいやりづらいと思うんですよ。やっぱ早めに出る、はい、出てその持つ左右までその、うん、まあ、そこから1着を取る選手っていうのはすごい韓国の選手でもやっぱり魅力あると思うんですよ、うん、ただそういうレースがあんまり韓国ではないんで、その入れ替わり立ち替わりというか、そうですね、前に第1回目の時にでも稲垣君が、うん、追加で入ってきたんで、その時でもやっぱ結構情報、やっぱ結構情報を知りたがってるんで、うん、その稲垣君の情報がなかったりして、はい、今回も多分脇本君の、うん、情報がないと思うんで、その辺気にしてると思います。夜なんかは宿舎で結構情報交換というか、その、まあ、その談話みたいなのはしますね、結構。ぜひ3日間盛り上げて、伊藤さんのちょっとお話伺いながら、はい、参考にさせていただきます、はい、ちょっと最後一言、まあ、韓国語でいただきます。あ、韓国語ですか。韓国がいるもんね。ちょっと気をチック気をチック、チャイが있습니다만、평소에하고있는スタイルを許しみ上げすみだ。ありがとうございます。だから今日本語で訳してもらって、グダグダになった。まあまあ、韓国、日本と韓国でその、なんていうか競争の、はい、規則の違いがありますけども、はい、まあ、自分のいつものスタイルで
一生懸命頑張ります。いきなり変なこと言ってたんです。グダグダやったけど。どんどんやつも